はい、どうもフランクです。今回ですね、ちょっと前に配信の時に、チャットでもらって、なんか、また転職貧乏の職歴の続きの話を聞きたいっていうことだったんで、まあ、ちょっとそれにお答えして、まあ、雑談していこうかなという感じです。で、前回はお試しで、なんか普通のエクスペリアの、ワンマーク5の、普通のカメラの方のアプリ使って、インカメラで、4K で撮影してみたんだけど、今回ちょっとまたカメラを変えて、まあ、カメラは同じなんだけど、ビデオプロの方の、フル HD の方でインカメラっていう感じで、さっきにちょっと比較してみたんだけど、普通のカメラとね、このビデオプロの方だとなんか、なんだろう、この明るさが違うんだよね、この辺の。こっちの方がなんかちょっと暗く映ってるかもしれない。前回の動画の方がもしかしたら明るく映ってるかもしれないですね。まあ、その辺はご了承ください。まあ、これ雑談動画なんで、あんま画質気にしなくていいんだけど。っていう感じです。まあ、転職部門職歴ってことなんで、前回話したのが確か4ヶ月ぐらい前に更新したのかな、さっき見たところ。9社目でパチ屋のバイトの話したと思うんですけど、今回話すのが、10社目か。うん。おタバコ吸わないとね。10社目で、まあ、トラックでの配送業ですね。なんかルート営業みたいな感じの。ルート営業のなんか配送ドライバーみたいな感じで、まあ、住宅機材の配送とか書いてあるんだけど、まあ、工事現場とかになんか塩ビパイプ持ってったりとか、あとはその、トイレだったりとか、なんかそういうのも、水回りのものだったりとか、そういうような、なんか商品を、なんか現場に持っていくっていうような仕事。で、そこはね、確か社会保険はすぐ入ってくれた記憶がある。うん。他のブラック企業とかって、なんか結構なかなか社会保険とか入れないんだけど、そこのなんか、ブラックっちゃブラックなのかな？でもグレーなのかな？まあ、際どいんだけど。まあ、ブラックかもしれないよね 普通に。まあ、そこの給料の話すると、まあ、給料がね、ちょっと覚えてないんだけど、24万から26万ぐらいだったのかな？確か24万ぐらいだった気がする。26はないかな。うん。で、まあその内訳が、その、20万がその基本給みたいな感じになってて、残りの4万が、固定残業になってるわけよ。そう、何時間分なのかちょっと覚えてないんだけど、35、6時間分とかって書いてあったかわかんないけどね。うん。なんかそんぐらいだった気がする。で、その残業時間とかも、なんか、その、基本給から見て計算しても、なんかちゃんと一致しないっていうか、ちゃんと1.25になってなかった記憶はある。確か。やっぱあれだね、ちょっとこのビデオプロの方だと画面が暗くなっちゃってね、この辺ね。普通のカメラだと、もっと全然明るくなるんだけど、これだとね、ちょっとあれだね。色が濃く映っちゃうんだね。まあそこの辺はまあ調整すればいいんだけどね。なんかその明るさのところをね。まあそれめんどくさいから今オートでやってるんで。まあそんな感じで、確か給料があって、試用期間中、あ、てかあれなんだよね。ちょっと、またちょっと怪しいんだけど、固定残業代っていう項目、じゃないんだよね。その基本給があって、その基本給20万と4万円っていうお金がついてくるんだけど、固定で。で、それは、まあ、固定残業なんだよね、実際は。実際はそうなんだけど、なんかそのブラックだから、固定残業じゃなくて、なんか、常務手当みたいな、なんか、トラックに乗って配送してますよみたいな、なんか常務手当みたいなものに書き換えられていて、で、それで4万円みたいな感じ。うん。だからその、例えばその、結構残業が多い会社で、
ね、固定残業決めてもそれオーバーしたらそれ以上払わないといけないとかってあったりするじゃんよ、大体ね。その会社まあ大体払わないんだけど、どこの会社もブラックだから。で、多分その固定残業の残業代っていう風にして書いちゃうと、オーバーした時にほら会社払いたくないのか分かんないんだけど、まあそんな感じでなんか常務手当みたいな感じになってて、なんかすごいね、汚いっていうかさ、普通に固定残業代っていう表示ではなく、なんか常務手当みたいな感じになってて、4万円みたいな。で、いくら残業しても、残業しなくても、もう基本給20万円とその変な常務手当みたいな、4万円分みたいな、がか、くっついて、まあなんか24万だったかな。うん。で、本来だったら、まあ、固定残業なら固定残業って書いて、超過分はそのまた別支給とかするのが普通なんだけど、まあそういう会社って大体ないし、で、今回の会社は汚いよねっていう、その10社目に関しては。固定残業代っていう風に書かないで、常務手当みたいな感じで、なんか口止め料みたいな感じだよね、要するに。うん。してもしなくても、まあその4万円分支給しますよみたいな別でっていう残業をね。っていうような、クソみたいな仕組みでした。で、しかももっとひどいのが、試用期間中は、なんかまあその研修みたいな感じだから、だからその一緒にね、乗って移動したりするじゃないよ。なんか、トラックとかって研修期間中だから。その時はね、まあその乗務手当っていうのもつかないわけよ。うん。まあ独り立ちしたら、その乗務手当っていうか、なんか変なのがつくんだけど、4万円。それがつかないわけ。要するに、基本給20万円あった中で、残業を1日1時間半とかぐらいしてたのかな ?1 時間半ぐらいとか、1時間からまあ2時間ぐらいの間で、平均すると1時間半ぐらいなんだけど、確か。うん。まあ遅い時はもっと遅いんだけど、それでもうね、10時間でも20時間でも30時間でも残業しようが、試用期間中は、そういうなんかその、乗務手当みたいな、よくわかんない手当がつかないから、いくらその働こうが働かなくても20万円しかもらえない、総支給でね、うん、でそれに交通費がちょっと距離あったから1万8000円ぐらいもらってたのかな、確か。さっき動画ちょっと確認したんだけど1万8000円ぐらいだった気がする。だからまあ20ざっくり言うと21万8000円ぐらいだったのかな、うん、交通費込みで。うん。って言っても距離が遠いから、GTALで行ってたから赤字なわけですよ。絶対にね。そんな感じなんだよね。まあ、だいぶクソだったんだけど。で、まあ、仕事内容は、まあ、さっき言った通り、まあ、配送ってわけですね。うん。工事現場とかに、その住宅の機材、だからまあトイレとか、さっきも言ったけど、トイレとか塩ビパイプとか、まあいろいろとなんか、住宅系の工事とか、家を建てるときに必要なものとか、あと工場を建てるときに必要なものとか、まあそういう系のなんか、水回り系のものが多かったかなっていう感じかな。で、それを、現場に配送するっていう感じで、まあ一応その現場ってもう結構あちこちやって、まあ距離離れてるところもあるんだけど、遠いところから近いところからっていうのがあって、やっぱ早出とかは絶対出てくるし、でもそういう手当とか出ないからねっていう感じかな。うん。で、基本土日祝日休みなんだけど、月1回から2回ぐらいのペースで半日出勤が土曜日入ってくるっていうのがあって、それをやると多分ね、なんか5000円ぐらいもらえるらしいんだけどさ、やっぱそれも計算が狂ってるんだよね。うん、だって休日出勤してんだったら 1.25 なわけじゃんよ。で、会社のその契約書とかにも土日祝日休みって確か書いてあったから、休日出勤してが 1.25 なんだけど、半日で5000円ってことでしょ。で、1日じゃあ8時間労働しましたで1万円ってわけじゃんよ。もうその時点で狂ってるんだよね、そもそも計算が。うん、だいぶね、あれはブラックだったかなっていう感じがします。はい。まあそれ、配送と、あと営業の方もあるんだけど、営業の人は本当にもうなんか営業者でなんかね、なんか物を進めたいとかそんな感じでやってんのかな、多分。うん。
そんな感じだろうね。で、まあそうだね、中の人どうだったかっていうと、まああんまりいい人いなかったかなっていう。あの、まあ結構優しい人とか、結構いい人も、2、3人ぐらいいたかな、3人、4人ぐらいいたかもしれないけど、まあちょっとね、性格悪いのがね、一人ね、配送の方にいてね、まあ、そいつが結構ひどかったっていうか、もう、新人研修の時にひたすらなんかダメ出しみたいな結構してくるっていうやつで、まあそいつ結構あの、なんかサボり要素がすごいっていうか、まあ、仕事全くしないようなやつなんだけど、うん、あのパッと見その外見っていうか見た目のそのお客さんへの対応だったりとか、見た目はいいふりするんだけど中身は結構汚い人間だから、まあ結構精神的に汚い。まあ他の人とかも多分確か言われてたんだけどね、その人結構、うん、まあそんな感じで環境はあんまり良くなかったっす。で営業の方の人間にもあんまりなんか最初だけ優しかったのはいたけど、なんかあんまりね、うん、うん、あとこれあのまた別件なんだけど、あのその会社に出勤して裏側になんかそのまあ民家っていうか家があったんだけど、あの GTR のマフラーの音がうるさすぎたせいなのか知らないけど、まあ個人的にはうるさいと思ったんやけど、まあ一般人から見たらうるさいんだよねきっとね。あの出勤するときにうるさいというなんかあの苦情がね会社に入ってきて、でそこのなんか支店長みたいなやつなのかな、その眼鏡かけたやつが謝るっていうような状況になった。まあ、それはちょっと自分があれなんで申し訳ないですけどね、うん、っていう感じです。はい、まああの自己都合のなんか退職みたいな感じになってるけど、実際クビなんだよね。そこを言うと、まあ、2、3ヶ月ぐらいで終わったのかな、覚えてないんだけど、なんかもう普通に、うん、失敗したね。あの新人研修にくっついてるやつがあんま良くなかったから、すごいなんかねダメ出しをしてきてね、なんかあれがダメこれがダメだとか、うん、結構言われたよね。何を言われたかって言ったら、元気がないとか、あと車の運転が荒くはないんだけどね、あのナビとかさ、抱えるナビとかトラックにくっついてないから自分のスマホでなんだけど、画面ちっちゃくてさ、なんか曲がるところをねちょっとねちょっとずれちゃったりとかさ、行き過ぎちゃったりするっていうことは結構あったなっていうのが、まあそういうのもあってなんか結構ねダメ出しされてね、もうクビになったんだけど、まあそんな感じで、まあどっちにしろやめてよかったんだけどね、うん、ブラック企業ってことももう気づいたから、うん、どっちにしろ多分ねそこでいい感じ進んでも多分やめてたから、まあいいんじゃないかなっていう感じかな、こんな感じで、うん、まあそんな感じで、まあこれがね10社目の話です。まあそうだね、あんまり話すと長くなっちゃうんで、まあ11社目とかに関してはまたちょっとどっかのタイミングでアップしましょうか。11社目ってなんだっけ、覚えてねえな。あ、11社目はなんか派遣に行ったのか、その後施工管理か。13社目が今だね。まあそんな感じなんで、まあとりあえずまたちょっとね時間を置いてから、動画アップしたいと思いますんで、ということでじゃあ今回ねこの辺で、ご視聴ありがとうございました。